動きます。まあでもこれ極秘だ、極秘やけどね。マネされる。これで何のソフトで動くかっていうのは見たらほら、うん、わかるってほら。グリグリって入ってみるんだけど、おお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 すげえすげえ、まあここまで入ってて見ることはないけどね。カメラみたいなのが燃料タンクやったらやっとして、まあ、これは燃料タンクやね、これね。ここで書いていくわけよ。3D でほら。だからこんなはめ込みだが間違いがないわけよ。間違いがあってもその場で。分かりますよね。すごい。田舎の町工場とは思えん。うん。入ってくやろ。入ってくやん。これほら、こうやっていろんなもん書けば、ああ、どうするか、いい話だし、ちょっと食べちゃって、面白いもの。戦闘機でメタルスライム。メタルスライムで面白いやつを作ってくれると、戦闘機にメタルスライム。こうやって図面から3面図から書き打っていう、どっちを先3面図先書いたらこれは立体ができる。じゃあこれはだから取り込んだ図にある紙の資料よ、うん、だからそれをスキャナーで取り込んでパソコンの中へ置いて、うん、こう3次元的にはね、横前から見たやつと横から見たやつと上から見たやつで、うんうん、トップから見ると、ここがこっちか。
上から見たやつね、うん、あの図面がほらこれトレースしようよ、うん、してこれでちょっとわかるかな、トレースしてるわけね、うん、で今度は前から横から見たら側面から見たら横からトレースしてるかな、トレースで前これは前からよね、前から今のこれは複合やけど、まあこういうふうに4面のやつを作ってこの中へ線を描いてるわけよ、うん、こう線を描いて必要最小限の線を張って、この後にサーフェイスを張ってるわけ、これはサーフェイス、うん、でサーフェイスを張ってまああるわけだな、で表面の皮ができたらこの内部の構造を作っていく。ああ、先表面。先は表面。3D じゃないとなかなかこう側を作ってっていうことは昔はで業績なかなかできない。うん。そういう。目が疲れそう。じーって見よったら疲れるけど、うん、あのそんなに漠然とあるから言葉を読めたら疲れる。場所が変わってちょっとあの埃っぽいところに移動してきました。え？今試行錯誤状態。四五百本作るそうです。はい、工場長頑張ってください。